どうもこんにちは、ドレイクです。今日の動画はこちらです。 Angry Birds Star Wars Fruit Gummies の紹介です。1ドルショップで買ってきました。もちろん値段は1ドルです。Angry Bird、多分去年 Angry Bird Space を紹介しましたよね。でその2年前に、普通の通常のなんだっけ、 Angry Bird のグミ、フルーツグミをやったの紹介したと思うんですけどね。アングリーバードはね、俺遊んだことはないですけど、こういうフルーツグミはね、好きですね。可愛いキャラクターとかいっぱいあってね、本当にいいものだと思いますね。で、今回はスターウォーズがテーマになってるんですね。で、これアネキン・スカイウォーカーですね。俺もスターウォーズはまあまあ好きですね。Made with real fruit juice. Nut free, gluten free, fat free. Collect them all, one of five. アネキン・スカイウォーカー、プリンセス・レイヤー。誰だこれ、ハンソーロで、チューバーカか、これチューバーカ、それで C3PO と R2D2 がいますね。これ2つに乗っかってますね。で、これがダース・ベイダーですね。こういう感じですね。僕はこんな感じですね。6つの味を出してみましたね。結構プルンプルンですね、これは。あとベタベタします。チェリーのアネキン・スカイウォーカーから食べたいと思います。全然アネキン・スカイウォーカーには似てませんけどね。いただきます。チェリーの果汁がね、結構あって、あとなんつうの、去年食べたスペースよりはジューシーになってると思いますね。ストロベリーのプリンセスレア、これもあんまり似てませんね。いただきます。ストロベリーの味があんまりしませんね。後味が結構変ですね。なんかあんまり美味しくないあの味ですね、後味が。じゃあ次はハンソロのアップルです。これなんかジャバダハットに似てますね。いただきます。リンゴの味がちょっとだけして、これも後味が変ですね。ラズベリーのチューバッカ、これ美味しいですね。結構酸っぱいですし、あとなんつうの、ラズベリーのそのままの味がしますね。レモンの C3PO と R2D2、美味しさもあって、レモンなんですけど全然酸っぱくないですね。それでラスト、ダース・ベイダーのグレープ。グレープは結構濃いですね。結構なんていうの、他の味と比べてみると一番濃いと思いますね。チェリーと比べるとなんていうの、まあ結構同じな感じなんですけど、まあ他の味は薄い味がしてますね。自分にして一番好きなのはこのチェリーとグレープですね、ここの。あとレモンも美味しいと思います。また違うシリーズを見つけたらレビューをしたいと思います。 Angry Bird Star Wars Fruit Gummies の紹介でした。